改めまして、飽きたりする理由です。いつもご視聴いただいている皆様、VTuber ってなんだと思った皆様、ご視聴いただき、本当にありがとうございます。VTuber として、1本目の配信動画は、小鹿の漁港でのメバル釣りです。どんな釣果になるんでしょうか。それでは、オープニングからスタートです。ヤリイカ狙いの方が多数、あとはホッケでしょうか。ちょっと人が多くて撮影できないので1時間ほど練習していたのですが、あたりは一度だけ。今回狙うのは庄屋島周りのポイント。警戒心の薄い小物が多いです。叩かれまくった後なので正直不安ですが、いないかどうかは自分で判断します。表層は目視で反応がないのですが、やばすぎじゃね。連発とはいかず10分ぐらい過ぎました。ガルプ液に浸します。レンジ下げてみました。カウント6をキープします。ガルプスケ一発、レンジが下がってたみたいですね。ガルプ液すごい。どんどん行きましょう。カウント6。バラしました。叩かれた後でもエッグチェーンすごいですね。カモが絡むエリアに移動。
一番の引きです。今回は撮影1時間でメバル6匹のチョーカーでした。今年は釣りを楽しむ時期が例年より早そうなので本当に楽しみですね。